こんにちは、谷口光俊です。今日は独立開業した卒業生の方々はどのような形で独立開業し、また稼げるようになっているんですかというご質問に対してのお話です。これはもう日本ボディケア学院の定番の考え方というんでしょうか、多くの方がこのパターンでやってくださっています。これはある意味日本ボディケア学院の秘密の部分と言ってもいいかもしれませんが、資料請求してくださっているあなたにはこのお話をしておきたいと思います。まず一番大事になってくるのはやっぱり集客なんですね。もちろん高い知識と技術をマスターするということは当然のことですし、当学院で学んでくださればそれは十分できることです。その集客、お客様に集まっていただくということなんですけども、まずはあなたのお友達からお客様になっていただくということです。そのために最初はまずはですね、入学した時からその方に練習をさせてもらうわけです。そしてその時間をかけて、たった2ヶ月と言われますけども、その2ヶ月でしっかり勉強していただければ、最初は全くの素人の方でもお友達の方にですね、経絡マッサージをしているうちに、あ、すごいなと言っていただけるようになります。そして最初は無料で練習としてさせていただいているわけですけども、次第にですね、いや、こんだけできるんだったらお金払うよということでお金を払ってくださいます。このようにまず周りのところから協力者をどんどん探していく、お客様を作っていくということです。そしてまたそのお友達とかお知り合いの方からまた紹介をしていただくということです。そしてもう一つはセルフケアインストラクター養成講座というものの受講をお勧めしていますが、代表的なものがセルフ骨盤矯正エクササイズですね。それをカルチャー教室や地元の PTA や団体とかでですね、やりながら、そこでまたお客様になっていただける人に出会うということを、自ら外に出ていってお客様候補の方とですね、出会うということです。これも全て仕組みがしっかりできていますので、このようなやり方、このお友達からどんどんとお客様になっていただく、そのまた友達からお客様になっていただくというパターンと、自分で外に出ていってカルチャー教室や PTA、また各種の団体でインストラクターとしてエクササイズをやりながら、またお友達、また知り合いを作っていくというやり方になります。このやり方で多くの方が当学院を卒業した後に活躍しています。またこれについても詳しくお話しする機会があると思いますので、その時にさらに詳しくお話をしていきたいと思います。また何かご質問等ございましたら、専用のフォームからご質問ください。本日はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。